Hi Slut! Before I start this video, I just wanted to remind everyone that my limited edition crop tops from my clothing line by Extra are still available. I'm working on my next couple of projects, so if you guys want to get yours, make sure you guys get them while they're still available. Now let's start with the video. Hi Stans! My name is Stan. Welcome to the world of Extra. So a lot of people have been asking me to speak only Japanese for a day. So today we are going to do exactly that. We never speak Japanese to each other. Also, my little brother's here. Hi! And Kenzo's here as well. You guys know both of them. What's your Japanese level? I think I'm good because I think he's the best. Yeah. And like you only speak Japanese every day. Yeah, at school. Yeah. How's your Japanese? I don't know. I'm not that confident, but like in work I think it's fine. And like at home, but like outside I'm not sure. Like with new people, I'm not sure. Okay, so we're going to speak Japanese. Hi, yoroshiku ne? Yes. Yeah. じゃあ今からね。今から始めます。まずすっごい腹減ったからご飯食べに行こう。ご飯食べに行こうぜ。行こうぜよ。もう僕ね、いつも寿司食べてるから、もう寿司食べたくないの。もう食べたくないもん、僕、チンコ食べる。僕も。行ってきます。今日のコーデは全部黒ね。でもなんか怖くない？みんな黒で。ギャング。ほらほら、何言ってんだよ。何言ってんのこのバカ。ってのお前。何がなんか二人双子みたいだね。You guys, oh wait, この匂い何この匂い。なんかカレーパンみたいな。セブンイレブンでカレーパン売ってるでしょ。こいつなんだ。こいつ。香水つけてないから。香水つけてないから。ちょうだい。僕のもあげる。じゃあみんな腕組みしようぜ。いいよ。どけ。今日は高級のイタリア料理すっごい美味しくてすっごい高いよね。高級すごくハイクラス。行きましょう。あ、あるんです。はい。日本ってさこうダメなんだよね。そうこれは OK だ。OK。OK っていうかお金。お金ね。お金。三人って言うとダメだよ。日本はでもこうこっちこれ。これは韓国でこれパロでもフィリピンにさこれでしょ。日本はこれだよ。アメリカはこれ。じゃあ僕がおごるから何でも注文して。ありがとう。これと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 これしよう。これいいよ。なんだっけ日本に来たばかりの時僕はあまり日本語は話せなかったから。はいお願いします。はいありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしいねえなんでやるの。ありがとうございます。あんたにする何やってんのお前。さありがとうございます。エスカルゴでしょこれ。ソーセージピザ。ラージライスね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか注文しすぎじゃない？いただきます。ライスに一緒に食べようぜ。食べんな。俺もすっごい美味しい。食べな。超美味しい。いっぱい食べて。謝らないで。いや。Wait。あ、待って、サイゼリアね、現金のみだよ。僕カードしかない。そうなの？現金のみ？君じゃ食べ。ごちそうさまでした。今食べ終わりました。今からボーリング行こう。ボーリング行こうか。はね、私ボーリング思ったより上手かったの。僕はみんなの倍ぐらいだよ。ボーリングはとても楽しかったけど、今日はここまでだけにします。靴を返して次の予定に行きます。日本語でエスカレーターは何？これはエスカレーター。はい、どうぞ。エスカレーター、エスカレーター。スタンエスバフォアクリアスキン。スタンエスバフォアディックディック。16時7分32秒です。はい。今はスタバにいます。スタバ好きですか？スタバ好きです。スタバ好きならコメントください。いや。一番好きなスタバドリンクって何ですか？僕はオーツラテ。僕は水。僕はカム。スタバ。僕は日本語でカムは何？正義。正義。スタバの雰囲気はめっちゃクリスマスだよね。クリスマスの感じ。皆様マネフェスしてますか、このバカ。グランデをベンティのコップに入れて、オーツミルク多めとかで作られてます。フラプチーノのストローもらいました。これ紙ストローで環境に優しいですね。ありがとう。いえ、オッケー、味見します。僕はオーツミルクラテ。いつもと一緒。これはね、クリスマスの限定。何？なんだっけ、ストロベリーフラプチーノチョコレート、ストロベリーチョコレートフラプチーノっていうのかな。早口が。乾杯。今飲んで飲みます。よーい。オッケーだ。はい。Thank you。 絶対ありがとう。なんだろう。おいしい。はい、待って。今はどこだ？なんか天気ちょっと悪いね。すごくおいしいです。このコップ。オッケー、終わり。4時47分です。映画は何時から？5時。5時5分だよ。オーファック。はい。なんか買う？バッグ欲しい。バッグ欲しい。Hey, look, it's 鬼おか。この後は池袋でちょっと散歩しました。これに混雑している交差点でバカみたいなことしてて、周りの人にすごく迷惑だったかも。ビッチ。じゃあ、Kenzo。はい。じゃあ、これ読んで、これ。これ、なんだっけ、新型、違う。お前がたんば？いや。新型コロナウイルス。違う。感染拡大防止対策中、対応中。Oh my god, he's so good。 閉園時間、閉園時間。あなたたちは probably wondering ね。スタンさんは cannot read 漢字なの？実は私は Japanese を fluently speak できるけど、海外で live しててね、実は漢字は全然スタディしてなかったの。fucking whore。anyway、 これからシネマに行ってハロウィンキルズのムービーを見に行きます。映画の前にちょっとポップコーンとジンジャーエールを買って、ムービーチケットを買いに行って、ファッキングムービーティーターに入りました。見てこの3ゲイビッチェス、すごく可愛いですわ。Yes。That was a weird ass movie ね。何あの映画？ただ殺してるだけだった。お金がもったいないね。皆さん、ハロウィンキルスおすすめしません。私にとっては映画はすごくシリアスムービーでした。これからお家に帰って3人で料理を作るつもりなので、イングリディエンツを買いに行ってお家に帰ります。もうすっごい暗くなってんだけど、本当に寝る時間だよ。見て、9時じゃない？ 9 時36分。9時半だな。マジガチ？ガチ？How long does it take?どれぐらい時間かかるの？あんたあげた？茹でるのは10分ぐらいで、揚げるのはまた10分ぐらい。米作っちゃう？そう、米作って。お前ら僕の何？なんで？なんで？米どこ？日本語の悪い言葉を教えます。最初はなんでってんだろこんなんくらいならにゃーチンコ食べたい。ロール入れます。みんな日本語でしょ。この太い肉を入れます。あ、ナプキンが。やばいな、ナプキンが。ナプキンこれ。I'm about to beat. いいよ、入れろ。今豚温泉です。豚が。アレクサ、10分タイマーやって。や。10分のタイマー。すごいね、アレクサ、日本語上手だね。油が少なかったから新しい油買いました。これ今日は全部これ飲みます。乾杯。ダメだよ、さっき映画見たらすごい。すっごいな、このさ。うわー、くっさ。あ、塩かけたよ。油入れます。やばい、気をつけて。これさ、なんでそんな太くなった？さっきそんな太くなかったよね。そう。吸い取っちゃった。もっと美味しくなるから。ああ、そうでもなかった。いいよ。アレクサ、10分タイムお願いします。バカ。うん、美味しそう。食べたら美味しい。そう、ペナボラ。これにシーニー入れると美味しい。美味しそうだからナイフでよし言ってんの。うんさだおあつビリーダンジョンドラゴンみたいな。今日の動画はね、一日日本語しか喋れない。インドさんに僕はできるもん。私もできる。僕はあんまり話せなかった。見て。私、柔らかいように。ここの裏、包丁入ってるところの引き出しあるじゃん。調味料入ってるところ、もっとギュッと引っ張ってみな、中に入ってる。いただきます。美味しいね。Okay, I'm so done speaking Japanese all day. I can speak Japanese all day, but I'm so used to not speaking Japanese with both of you, so speaking Japanese with both of you was just so awkward and annoying. ママと一日日本語大丈夫だけどさ。You always speak Japanese every day, 24/7. You don't even sleep. Kayong naman mga Pinoy, hindi nyo alam, meron tayong part. Ayan na. Eto, merong part 2. Kung gusto niyo manood ng part 2, doon kayo sa channel ni Kenzo Martini. But if you guys enjoyed this video, please give it a thumbs up, please subscribe, and please turn on the notification bell. You can follow me at World of Extra, you can follow him at Kenzo Martini, you can follow him at SW.Extra, you can follow her at World of Mama _. Thank you for watching! Bye!